JST 研究開発戦略センターの福島と申します本日は人社会と AI エージェントと題してお話しさせていただきます最初に概要を話し,します人工知能 AI 技術の活用として人の知能の部分代行という形があります顔認証不良品検査売上予測商品推薦機械翻訳など AI がさまままざななタスクのししてくれるようになりましたそのような AI 自体の機能が高まったことで自律的に振る舞うシステム AI エージェントとしての活用が広がってきました AI エージェントは人や他の AI エージェントとインタラクションしながら動きますそこで本日は人と AI エージェントの間や複数の AI エージェントの間のインタラクションが生み出す 社会的価値や応用事例今後の方向性についてご紹介したいと思います AI エージェントの話に入る前に人の知能の部分代行についてもどのようなことができるようになったのか簡単に触れておきたいと思います最近の AI ブームを引き起こしたのは深層学習・ディープラーニングだということは皆さんもご存知と思いますがその派生技術・関連技術は 大きく発展し続けています。そしてさまざまな特定用途で人を上回る精度性能を次々に達成しています。ここにはよく知られた例を三つ挙げました。深層学習が最初に脚光を浴びたのは画像、音声などのパターン認識のコンペティションでした。また以後で AI が世界トップ棋士に圧勝して大きな話題になりました。以後だけでなく ポーカーやリアルタイムストラテジーゲームでも AI が勝利していますさらに科学研究分野ではタンパク質の立体構造推定コンテストにおいて AI が驚異的なスコアで他を圧倒しましたもう一つ最近のホットな話題クリエイティブ AI についても触れておきたいと思います 2020年に AI 業界最大の話題と言われたのはオープン AI の GPT-3 でした。GPT-3 は簡単な指示文からまるで人が書いたような自然な文章を生成します。膨大なデータから文章の作り方を学習していて書き出しを与えるとその後の物語をどんどん生成してくれたり例を与えると翻訳や質問応答をしてくれたり。 プログラムコードを書いてくれたりもします。その発展として、まさに今年今大きな話題になっているのが画像生成 AI です。簡単な指示文からまるでプロのアーティストが書いたような画像を生成できます。こちらの画像は s ステーブルディフュージョンというオープンソースソフトウェアを使って実際に私が生成してみたものです。 指示文を入れてボタンを押すだけで困難が簡単にかけてしまいますさてここから AI エージェントの話に入ります AI エージェントとは自ら判断し行動する主体をコンピューターシステムとして実現したものです自分で目標を設定して動作し他と協力したり外部の変化に適応したりと 自律性、自発性、社会性、反射性といった性質を備えます。この後の説明において AI エージェントのインタラクションを2種類に分けて紹介します。1つ目は人と AI エージェントの間のインタラクションです。アプリケーションのインターフェースとなるエージェントやユーザー一人一人の主役のようなパーソナルエージェントがあります。2つ目は 複数の AI エージェントの間のインタラクションです。多数の AI エージェントの集まりで、社会のある側面を捉えようとするもので、マルチエージェントシステムやマルチエージェントシミュレーションと言われます。具体的に AI エージェントの事例を3つほど紹介したいと思います。1つ目は、AI と人のインタラクションの代表例ですでに実用化も進んでいる 対話エージェントです実際にユーザーと AI エージェントの対話例を載せましたが左側はタスクタスク思考対話の例でホテル予約のシーンですユーザーから予約したいホテルや部屋の条件が聞き出されて実際に予約されるまでのやり取りが示されています一方右側は非タスク思考対話になります AI エージェントが相手の応答を受けたり少し話題を変えたりしながらユーザーとの雑談を続けている様子がわかります相手と同じ映像を見ながらそこにあるものを指し示したり話題にしたりするマルチモーダル対話も開発されています2つ目の事例は自動交渉エージェントです合意に向けた交渉を人に代わって AI エージェントは超高速に実行してくれます左側は企業間での取引条件の交渉調整の例ですがこのようなやり取りを人に代わって AI が超高速に行って合意点を見つけます相手に対して自分の価値基準や内部情報を開示することなく個別の最低下限界を超えた界を探索発見することが可能になります 他に移動体間での経路軌道の交渉調整のへの適用も実証実験段階にあります自動交渉のコンペティションやコンソーシアムそれから国,国際標準化活動なども行われています三つ目の事例はマルチエージェント社会シミュレーションです人車など 個々の挙動を AI エージェントで表現することで社会活動、社会現象を模擬するものです。相乗りも含めた配車を最適化するオンデマンド交通サービスや COVID-19 感染拡散シミュレーションなどがその応用例です。将来の高精度予測というよりはどんな条件、要因で何が起こり得るのかを知る What-If 分析によって問題を予見して 事前に対策をを打ててるることとが大きな意義を持っていると思い思ます3種類の事例をご紹介したところで AI エージェントの社会的価値についてまとめますますず a i かける人という面では擬人化や対話など幅広い層に親和性の高いユーザーインターフェースや各人に寄り添ったサービスを提供することが可能です。 また AI×AI AI マルチエージェントの面では社会活動社会現象の理解模擬が進み起こり得る可能性の予測と対策が可能になります。ここでは AI シミュレーション融合によって AI 機械学習とシミュレーションそれぞれの弱点を保管しているというのが一つのポイントです。本日の冒頭でお話ししたように機械学習は非常に強力ですが 気象,現象気象事例に弱い人の行動データはプライバシー問題が生じるミクロマクロロマループへの対応がが難しいといとった弱点があります。そのミクロマクロループというのは各,人の各個人の行動,が行動の集積が社会全体の動きになる一方でその社会全体の動きを見て各個人の行動も変化してしまうという問題です。こののような機械学習の弱点は、 シミュレーションと組み合わせることで補うことができます最後に今後の方向性ですが a i る人という面では対話技術のさらなる発展が期待されます現在までに初対面での対話としてはかなり自然なものになりましたが以前の話からのつながりや両者の間の共通意識形成にも続く会話はまだまだです さらに言語だけでなく非言語情報や人の心理面も考慮したインタラクション設計論すなわちヒューーマンンンンエージェントインタラクショのの研究の重要性が高ままっています例えば AI エージェントが人のような外見を持つと人間並みの能力を持つと期待してしまい実際は期待外れだったときに幻滅するリスクがあるという、まあ、適応ギャップという問題を はじめいいいろろな考えていくべき問題がありますまた自律性が高まると AI エージェントはブラックボックスで期待通りに振る舞うという保証がなくなるのでトラストをどう確保するかというのも大きな課題になります。一方 AI×AI AI の今後の方向性ですが人々の行動や社会現象は社会現象は 多様性性や偶発性があって複雑なものですその精緻なモデル化やシミュレーションは本質的にとても難しい問題でまだまだチャレンジが必要です。モデル化に関連して逆強化学習やメカニズムデザインといった考え方が注目されていますし大規模シミュレーションの高速化技術も重要です。また AI エージェントの脆弱性や倫理面の問題として 自動交渉エージェントが談合を始めてしまったとか、対話エージェントが悪意を持ったユーザーに汚染されて、不適切発言を繰り返すようになってしまったとかの事例が知られています。脆弱性や倫理問題への対策も重要な課題です。以上、人の知能の部分代行から AI エージェント、 AI と人社会のインタラクションへという AI 技術の広がりについてお話し,し AI× 人 AI×AI AI というインタラクションの事例社会的価値今後の方向性についてご紹介しました関連報告書も挙げておきましたのでご興味がありましたらこちらも参照いただければと思います最後までご視聴いただきありがとうございました